ブチなんてほら2カ国目やん。いやアスもじゃん。アスもだよ。いやでもさ韓国ってさ割とさ近い、結構日本にいろいろ言葉もそうやし、食べ物もそうやん、うん、でもさドイツとさイングランドってほんまにさもう全く違う文化や、日本とは大陸違うもんね、うん、そう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 、うん、移動も大変やしさ時差もあるしさ、うん、時差ボケ大丈夫、時差ボケね、なんかやっぱこの生活してるじゃん本当に、うんうん、なんかベッドにしか居場所ないみたいな、あだからなんか取れない全然、昨日も疲れてたのに12時ぐらい寝たので11時半ぐらいか、うんうん、2時に起きちゃって、そういつも向こうで4時ぐらいだから、それがお昼寝始めるぐらいなの、だからもう昼寝のテンションで完全に入れ替わってる、朝から昼過ぎまで寝てたし、完全に時差ボケやな、そうだから多分この夜も寝れないと思う。どうやってじゃあさ意識して直すことある、時差ボケ、うん、なんか代表とかで海外の試合行くとか試合がすぐあるとかだったらある程度ちょっとは気にするじゃん、なんか時間が何時だみたいな、で今オフだし、そんな今は別になんか無理して直さなくても自然に治るよなと思ってる、なんか体動かしたら多分治るけど疲れないから、ここにいたらなかなか難しいなと思うけど、うん、すげえホテルの中でついもっきり3日間4日間、昨日入ったから入った日数えないで3日なの、だから火曜入って水木金で金曜日の夕方に解散、ああ出れんねや、そっからはもうない、そっからはでも一応自己隔離しないといけないから、日本も大変だもんね、ね大変、早く終わってほしいけど、えイングランドではどうやったんそれは、イングランドではシャワーは練習後は浴びちゃいけなくて、うん、練習の直前に来てすぐ帰るみたいな生活で、ご飯もいつも午前中練習でお昼ご飯出るんだけど、食堂があるのね、ほんと綺麗な、うん、それも使っちゃいけないから、なんかお弁当になっててそれを選ぶ感じ、うん、選んで持って帰って家で食べる、結構コミュニケーション取るのさ大変そうじゃない、それいやそうだから全然全然取れてないし、しかも行った時12月の末に行ったんだけど1月からロックダウンで、で解けたのが4月の10何日とかで、うん、そんなにやばいね、そうなんかもう段階的にだったの、でもそれも2月ぐらいにもう4月の17に美容院は開けていいみたいな、レストランも外でだったらご飯食べていいみたいなのがどんどん発表されてて、次また5月か6月になんかまたもうほぼ解放されるのね、なんかそういうなんか未来が見えてるやり方はいいなと思う、だからなんか我慢もできるよね、うん、そうなったら確かに、ミーティングもオンラインだったし、練習前コミュニケーションも本当に取れてないなとは思う、グランドだけって感じだね、だって自主トレとかもしんへんやろ、自主トレは今日はいいよみたいな日がある、結構さ海外したあかんみたいな感じやん、そうなんかもう管理されてる感はあるよね、 GPS つけて練習前に今日は10キロ走る練習ですとかってもう走行距離が書いてあるの、それポジション関係なく10キロ走れってこと、そう目安として10キロみたいな、10キロって結構や、1試合の走行距離や、もうハードな日は10キロ、それな2時間ぐらい、長い時はマジ2時間半とか3時間ぐらいグランド、えそんなすんの、結構さ海外でそれ珍しい、結構珍しいと思う、まあ、でも短い時は短いよ、えどうなの監督はどう、なんか自分が行って3試合目ぐらいで監督が変わっちゃったのね、で残留とかっていうさなんか目標がある中でめちゃめちゃ守備的になっちゃったから、難しさはだいぶあったけど、でもまあ残留も決まったし結局、うんほんま残留おめでとう、そうそうおめでとう、結果大事だよね、全部良かったかなとは思ってる、うん